ニンニクが乗ってますね。そしてサラダ、味噌汁、キムチ、つぼ漬け。で、これはポテトサラダをパプリカで包んでいます。それではいただきます。まず肉からいきますね。焼肉を初めて食べたのは、出てた時かな。一番目に焼肉なんかしなかったし、安いチェーン店もなかったので、最初に記憶にあるのは高校生ぐらいの時に家でホットプレートで泣いたぐらいですかね。本格的には焼肉から初めて知ったのは、もう就職してからですよね。もう何でなんだろうと思いましたね。もったいないけど食べます。
すごいわ。本格的な炭火焼きの焼き肉とか、友達とバーベキューやったりして、よく食べました。焼き肉には、ニンニクと焼き肉のタレ、これが合わせるんですね。ビールで飲みながら食べるのもいいんですけど、ご飯もうまいですよね。この間、精肉店の中で、牛ひきを丸ごと忘れて解体しましたけど、やっぱそれぞれの肉は美味しいんでしょうね。Thank you.
ステーキそば焼き肉をどっちかやると言われるとやっぱ焼き肉の焼き肉ですね。まああまりステーキで美味しい肉食べたことないんで分かんないだけなんですよ。最近、えのきだけの味噌汁に落ちまして、えのき、すごいうまいですよね。シャキシャキして。えのきなら、毎日でもいいやと思うぐらいです。
マリネスのエキスガヤンさんの30歳まで知ったことがあるんですよ。すごいうまかったですね。ご飯とタレと肉が混ぜちゃって本当にうまかったな、あれは。肉はもう、ほんとない。これは寂しいですよ、そみんなの感じさ、うまいな。
もうすぐなくなってしまう。悲しい。それではお疲れ様でした。